神戸学院大学附属中学校、高等学校は、兵庫県神戸市中央区にある私立高等学校。略称は、神院大夫、神戸学院、学院、と呼ばれる。1912年に、森政が、日本夫人本来の美徳を身につけた女性の育成を、志し、法恩感謝、自治勤労を航訓として創立した、森裁法女学校を起源とし、 1923年に最高学校に併設された森高等女学校の伝統を受け継ぐ。1949年の学生改革により、神戸森高等学校となり、1966年に森和佐の長男である森茂木によって、神戸学院大学が開設されると、その系列校として神戸学院女子高等学校と改名する。2001年に、 大学の付属化するとともに教学に改変し、学校名も神戸学院大学付属高等学校となった。海下山の旧校舎は、築80年以上経過しており、高地も手狭なため、ポートアイランドの港島駅前の旧神戸市館後、大学短期大学部敷地及び、関西電力ポートアイランドグラウンドを買い取り、2016年4月に移転した。この場所は、 神戸学院大学ポートアイランドキャンパスに近く、学習やクラブ活動などでの大学との連携が期待されている。また、敷地は以前の約5倍の広さとなった。2017年4月より、神戸学院大学附属中学校が併設された。神戸学院発祥の地控えネザン校舎正門、キャンパス移転。高校公式 HP。2014年8月10日、閲覧。 神戸市、看護、大跡地売却へ、神戸学院が、付属行為点。神戸新聞 HP、2013年11月27日、閲覧。AB、平成28年度第1回シリーズ、学校審議会開催結果兵庫県シリーズ、学校審議会、https、web、プレフ、兵庫、lg.jp、kk35、ドキュメンツ。 レイチシガー空船2回28から 1PDF2021 年5月2日閲覧。出展は、山地文子、命ある限り送りたい、山地文子自伝創始者、1994年5月、P16ISBN47 億9420万5538出展は桃なりだか、溝口敦、笠井和弘、実録。 山口組武藤主決と構想。必死の男たち第一巻化処房。2002年。ISBN4 から812456584の P70SS。東方発行書。1938年6月号。P118. ありがとうございます。